30センチキューブ水槽、水草水槽です。ちっこい魚がいっぱい泳いでおります。少々貫通ではございますが、美しいですな。以前の動画でですね、2、3本前の動画になるのかな、自作の照明を作りましたっていうのを動画にしたんですけども、この動画を作り終わって、まあ新しい照明ができたので、今まで使ってたアーム式の照明を取り外そうとしたんですよね。するとですね、割と古い照明やったものでネジの部分がちょっとバカになっておりましてですね、こういう風に外す時にちょっと力ずくで取ろうと思ったら水槽を割ってしまいました。熱帯魚がですね、合計で20匹近くこの水槽の中を泳いでたんですけども、その生態を乱さなきません。その一部始終を動画にしてみました。ということで、お魚を逃がしております。右の方、水とかも漏れてて痛々しいですね。とりあえず飼育水をバケツの方に取り出しまして、そのバケツの方にこのお魚ちゃんたちを避難させていきます。お魚はですね、ネオンテトラが10匹弱ぐらいで、チェリーじゃないわ、ゴールデンバルブが5匹で、ブラックネオンテトラ、ラスボラエスペイも5、6匹ずつぐらいというような布陣になっておったんですけども、この子たちを救ってまいります。不注意で水槽を割ってしまったんですけども、これ皆さんどうされます？割れたら。この時はね、救いながらこの子たちどうしようかなと、上の水槽に入れても少々過密になるし、かといって新しい立ち上がってる水槽って他にないし、どうしたもんかなと思いながら、この時はお魚を救っておりました。なんとか魚を全部すくい出しまして、水を最後まで抜いております。汚れがひどいですね。もともとモスが茂って、もうレイアウトもクソもないぐらいにモコモコに水草もなってた、そんな水槽なんで、まあいい機械といえばいい機械なんですけどね。さて、このお魚ちゃんたちの行き先を考えながら一晩寝かすことにします。翌日でございます。前日に関係ないですけども、散髪したところで頭がすっきりです。この容器便利ですよ。フラケース代わりによく使ってるんですけども、セリアで売ってる100均の容器なんですけども、だいたい水が4リットルぐらい入るんですかね。メダカの産卵に使ったりとか、こういった水合わせの時に使ったりとかっていうふうに僕は使用しております。これはバケツに相当汚れも入ってるから、汚れを吸い出しているのかな。ヒーターも入れてエアレーションしてたんですけど、さすがに色が落ちてるような感じしますね。上身ですけど、この形をプラケ代わりの容器に移しまして、水合わせをしてまいります。他に避けてあった飼育水を移しまして、この1個のボックスはね、避けとくんです。なんで避けとくかは別の動画で。もう一つ取り出しました100均のスタッキングボックス、こちらにお魚を移してまいります。全てのお魚を移し終わりまして、水合わせをするんですけども、こちらゴールデンバルブだけは別のところを生かすようにして、他の小型の魚っていうのをこの上の水草水槽、30センチキューブの水草水槽に移すことにしました。水合わせでございます。最近ね、口で吸うのやめて注射器でチュチュッと吸うようにしました。この100均の注射器も便利ですよね。これでもうちょいと吸うだけで水がきれいに落ちてきます。
あとは一方コックで微調整。これ一方コックって皆さん途中にしてます？一番端っこにしてます？端っこの方が便利そうですよね。最初はこれぐらいのスピードで点滴で落としてまいります。だいぶ水合わせも進んでまいりました。こちらゴールデンバルブも2匹泳いでるんですけども、このゴールデンバルブもさらに避けます。こちらはサテライトにですね、5匹いたゴールデンバルブのうちの2匹をこのサテライトの方にオスメスになるように入れました。もう大体何するかは皆さんお分かりですね。こちらですね、ゴールデンバルブっていう魚、この体側に黒い線が入っているのがオスで、お腹がふっくらして体側に模様のないのがメスっていう風になっております。で、このサテライトを避けまして、小型の熱帯魚ちゃんたちを30センチキューブに移してまいります。一網打尽。すいません、ちょっとやってみたかったんです。一網打尽と言いながら一匹まだブラックテトラが残ってるのはご愛嬌でございます。一網打尽に一生懸命なりすぎてですね、水槽に移すとこ取り忘れたんですけども、この水槽が、これぐらい賑やかになりました。これ入れて多分10分ぐらい経ってからで、ちょっとずつちょっとずつお魚の色が戻ってきてる感じですかね。もう見るからに過密な水槽なんですけども、まあ小型魚ばっかりということで、これ実はもうこれ今喋って録音してる時に入れてから1週間以上経ってるんですけども、水質が悪化しているということはありません。硝酸も亜硝酸も検出されておりません。で、サテライトに入れたゴールデンバルブなんですけども、こちらはつがいで入れておりまして、産卵したらいいなぁと、思っておりました。こちらゴールデンバルブの方なんですけども、オスのお腹の下の方に赤い色が出てですね、婚姻色っていうのが出まして、それが出てるとペアになったらっていうことなんですけども、これ実は婚姻色元の水槽でいた時は出てたんですけども、ちょっと消えてきてるんですよね。まあお魚ってデリケートなんですね。実はこうやって分け取ったんですけども、結果まあ産卵する気配がなかった、卵を産む気配がなかったので、実はこのゴールデンバルブも今は30センチキューブの方に戻して入れます。イチャイチャしてたのにな。ということで、このように機嫌よく泳いでくれてます。まだね、このラスボラエスペイの体側のオレンジ色なんかは出てずに白い感じの色になってるんですけども、もう今1週間経った今は割と綺麗な色合いに戻ってきてます。いや、これ人間のエゴかもしれないですけど、水槽はやっぱりお魚たくさん泳いでた方が綺麗ですよね。ね、どれぐらいの魚の分量を入れて大丈夫かっていうのは経験とかっていうのも積みながらやないとかわいそうになるんですけども、今のところこちら30センチキューブで底面ろ過 で底面ろ過についてるブクブクでエアレーションっていう風になってるんですけども、機嫌よく今のところ泳いでくれてます。というわけで、不注意で水槽を割ってしもうたけども、お魚上の水槽に移してなんとか健康に育ってくれたでございました。本日の動画はここまででございます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よかったらお願いします。あと他の動画も見てやってください。シャイナラー。